池原橋は、奈良県吉野郡下北山村大技上池原にある、池郷川に架かる橋。池原橋左岸、池原集落内の旧道と、右岸、国道425号を結ぶように架けられている。現在は池郷川に架かる橋であるが、かつて少し上流に池原ダムが完成する前は、北山川の本流であり、橋のすぐ上流側で、池郷川と合流していた。 かつては川幅が広く水量も多かったため通常時の水面からかなり高い位置に下境されている。現在は池原橋への北山川からの水流はなく、ダムの少し上流の砂岩から池原集落付近のさらに下流へと放水しており、池原橋を含む池原集落付近は完全にショートカットされている。従って池原橋付近の川の流れは概ね穏やかであり、 左岸、河原のギリギリのところを橋の下をくぐるように、国道169号が通っている。池原橋が架橋される以前はこの付近を渡し船で渡っており、主要産物である木材は、いかだ流しで搬出されていた。しかし運行は天候に左右されるため、安定した物資の搬出入りや、村民の交流のため元橋が建設された。 完成は昭和4年6月30日で7月9日に、し橋式が行われた。工事期間は、同名版より気候昭和3年5月、春高昭和4年4月である。当時の山奥に架かる橋としては稀に見る規模であり、架橋工事中も完成後も村内や、近隣の村からも見物人が来たという。村民からは誇りを持って、池原大橋と呼ばれ、交通の要所となった。 現在も橋の傍らにあるバス停は池原大橋停留所である。橋の少し北にある上池原交差点で国道169号と国道425号が合流する。佳橋から70年以上が経過し、経年劣化による痛みが進行していたため、平成14年に大規模な修繕が行われた。ありがとうございます。